皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。先日発表されたクロフォードと、マドリモフのスーパーウェルター級、タイトルマッチ、これがサウジのトゥルキ・アラルシク氏の興行なんです。これがサウジアラビアではなくて、どうやらアメリカのロサンゼルスのサッカー場 BMO スタジアムで行われることが分かりましたね。こちらが2万2000人収容のサッカー場ですよ。これはね、ちょっととんでもないことになりました。これアンダーカードやばいですよ。それをちょっとお伝えします。まず1試合目が、なんと東京オリンピック、金メダリスト、その他にも様々なアマチュア大会、もうほとんどの大会を金メダル独占してきた、キューバの、アンディ・クルスが登場するんですよ。ライト級のアンディ・クルスですね。アンディ・クルスは現在3勝で 1KO ですね。無敗です。こちらが、メキシコの30勝6敗のベテランのアンディ・モランと戦いますね。まあ、30勝6敗なんて相当なベテランですよね。この選手はジャーメイン・オルティスに負けてるんですよね。あとアーノルド・バルボサにも負けてます。だからビッグネームともしっかりと戦っている選手ですね。だちょっと気になるのがこのアンディ・クルスですね。プロで、まあ、アマチュアも140勝9敗というね、まあ恐ろしいレコードを叩き出してるんですよね。ただプロで3戦やって1KO っていうのがちょっと気になりますよね。まあなんというか、もう20勝5KO とかにもなんかなりかねないような気がするんですよね。そうなるとちょっと人気が出るかなという不安はありますよね。だからこの一戦どうなるかですよね。そして次が、これもすごいカードですよ。デイビッド・モレル、スーパーミドル級のデイビッド・モレルとラディボ選手が戦いますね。いやー、これデイビッド・モレルといったらスーパーミドル級のもうカネロの資格ですよね。現在スーパーミドル級はカネロが全てレギュラーチャンピオンですよね。デイビッド・モレルは WBA の暫定チャンピオンですよね。これちょっと暫定チャンピオンなんで、やはりカネロとね、戦ってほしいとは思うんですが、なかなか決まらずですよね。まあ、今回の試合も秒殺するんじゃないですか。ちょっとこの、対戦相手のラディボ選手のことをちょっとね、あまり分かってないんですよ。デイビッド・モレルはスーパーミドル級が自分一番好きな選手ですよ。ここ、また秒殺するんじゃないかなと思いますね。そして次が、いや、帰ってきましたね。メキシコ系で、まあ、現在アメリカ国籍を持つ、アンディ・ルイスですよね。まあ、愛されキャラのアンディ・ルイスが帰ってきましたね。こちらが、ジャレル・ミラーと戦います。いや、アンディ・ルイス待ってましたよ。これ、もう引退したかと思ってたら、どうやら、2年ぶりですね。アンディ・ルイスといえば、圧倒的不利の予想の中、ジョシュアを倒してヘビー級のチャンピオンとなり、まあ、ダイレクトリーマッチではジョシュアに負けてしまったんですよね。その後、2連勝して、まるっきり試合をやってなかったんで、もう引退したと思っていたら帰ってきましたね。これちょっと愛されキャラなんで、ちょっと楽しみですよね。ただ、ジャレル・ミラーも結構強い選手なんで、これはちょっとね、2年試合をやってない選手ね、ちょっともしかしたら厳しいのかもしれませんね。ただ、ここは、ちょっと楽しみですよね。期待です。そしてね、その次もすごいカードです。これがスーパーウェルター級ですよね。ティム・チュー。ティム・チューといえば先日、フンドラーと試合をしたティム・チューが、この8月3日に帰ってきますね。いや、もう怪我は大丈夫なんですかね。ティム・チューが、いや、なんと、こちらもいい選手ですよ。バージル・オルティス。はい。ウェルター級から、まあ、いろいろ問題があって、階級を上げて、スーパーウェルター級で戦う、バージル・オルティスと対戦しますね。バージル・オルティス、確か今週試合なんですよね。もう、秒殺する勢いなんでしょうね。いやー、このティム・チューとバージル・オルティス。これは、すごい戦いですね。これ、バージル・オルティスに自分は期待したいですね。そしてその次も、これ、スーパーライト級のタイトルマッチですね。先日チャンピオンになったばかりの
イサッククルスが出ます。こちらがホセ・バネンズェラと戦いますね。まあ、イサック・クルスはメキシコ人ですね。このホセ・バレンゼラ、これ多分おそらくメキシコ系ですよね。アメリカ人ですけど。いや、ここちょっといらないな。自分ちょっとあんまりイサック・クルスの試合ってあんまり、好きじゃないんですよね。そして、その次がメインの、まあ、クロフォードとマドリモフですよね。これはね、クロフォード、まあ、スーパーウェルター級にチャレンジですよね。挑戦です。これはね、マドリモフも強いんですが、チャンピオンですが、クロフォード圧勝すると思いますよ。いやー、これね、この日すごいカードですよ。これおそらく、ダゾンですよね。まあもちろん、当然、これペーパービューですね。これは楽しみな興行ですよ。だからこれロサンゼルスでやるんで、日本では8月4日、日曜日の昼間やりますよ。これはいいですね。やっぱりアメリカっていうのは日本と相性いいですよね。この放送時間が。これサウジアラビアだったらちょっとね、夜中だったんであれなんですけど、これいいですよね、アメリカで。これはすごいカードが組まれましたよ、本当に。いやー、こういうところになんかちょっとフェザー級あたりもね、一戦組み込まれてほしかったんですけどね。まあ一応ライト級からという、なってますね、階級的に、下の階級は。まあなんかこういう中に井上尚弥選手が入るというのもね、非常に見たいですよね。もしかしたらフェザー級あたりに上がれば、こういう中に入っていけるかもしれませんね。今後に期待ですね、そちらの方は。はい。非常に楽しみであります。いやー、これはすごいな、それにしても。はい。ということでね、一応、このトゥルキ・アラルシクプロデュース。これが、日本時間で8月4日。アメリカ、ロサンゼルスで行われる興行ですね。いや、本当に楽しみです。それではね、また続報入り次第こちらの方で放送していきますので、皆さんね、チャンネル登録、あと X と Instagram もフォロー、ぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。